あの来週かなあの、えー、と日経テレ東大学っていう YouTube のチャンネルであのイエール大学の成田先生と僕と河原智美さんの3人で話をするっていう動画が多分上がると思うんですけどあの、まあえー、とその小室哲哉さんがありし頃には割と河原智美さんって一世を風靡した方でその、まあ、日本中でこの人知らない人いないよねみたいなすごい有名な人が。 あの、気がついたら、あの、なんか、ちょっと大型動物に <laughs> なられてしまって、で、なんか、あの、ひたすらコンビニのご飯を食べるみたいな謎の YouTube を上げるっていう、あの、ま、年齢も多分僕より一個2個上ぐらいで、その10代の頃はそのみんなのが超えるともちゃんで、桃の天然水とかも CM 出て、あの、みんなともちゃんになりたいって言ってたと思うんですけど、あの、今になるとなんかあの、 コンビニのご飯をめっちゃ食べてる謎の大型のおばちゃんになってるっていうでその何がその大型動物に変えたのかっていうのをあの話聞くのがすごい面白かったんですよ僕は。なのであのそのそ僕的にはすごい面白かったんですけどあのであのねカーラさんは基本いい人であの誰かに害悪を与えたいとかも悪気もないんですよ。なので 何、まああまあ、<laughs> でそういう生き物になってしまったかっていうのはいろいろあるんですけどただ確かにその考え方としてどこかに間違った部分はなかったとしてもそのこういう行動をとってしまった結果こうなってしまったんだなっていうのが分かってでもそれはそれでいい人であるっていうのがずっと残り続けているのでその人の悪口言わないんですよあの,あの時代ってちゃんと契約してればめちゃくちゃ儲かってたはずなんですよね。 いやその関わってる CD とかも100万枚とか売れるのが当たり前ででテレビの番組とかもすごいいっぱい出ててでライブとかもやってるから本来めちゃくちゃ儲けてるはずなんですよ。でもそれで儲けてなくて、まあ、いろんなところにお金持ってかれちゃっててなのであいつがこうだったとかあいつが良くないとかあの悪口が出てもおかしくないんですけどでもその攻撃性っていうのが全然なくてで自分を責めるわけでもなく誰も責めないんですよね。 で、僕、その岡原富美さんに関しての予想があって、あの、多分、この人、いいとこで育ったろうなっていう予想を僕、もともと子供の頃からしてたんですよ。あの、その、やんちゃなことを言うタイプ、えっと、あの、全然わかんない話すると思うんですけど、あの人、もともと、遠峰ありさっていう名前で活動してたんですよ。で、その当時、あの、深夜のアイドル番組とか出てて、 で今田耕司さんがやってる番組とかで僕その深夜テレビ番組好きな中学生高校生だったんでその時代から見てたんですよ。なのであの香原友美という形でデビューする前からあ、遠見の見河原沙さんって香原友美になったんだっていう認識だったんですよ。でその時その遠見原愛理沙の頃ってそのアイドル番組でもかかわらずその歯に機能を着せぬ思ったことをしゃべるっていう割とその強気キャラな感じだったんですよね。 なので、そこら辺のその強気キャラっていうのが、あの、本当に品のない人がやると下品な感じになるんですけど、思ったこととか感情を表に出して MC にぶつけるんですけど、でもまあそう考えるのもそうだし、言ってることは確かに筋が通ってるよねっていう、あの本当にその思った通り動いて忖度をしないっていうだけの人だったんですよ。 っていう感じなので、多分その天然に見えるけど、その超えちゃいけない一線を越えないタイプだから、割となんかまともな人なんじゃないかなと思ってたんですけど、で、それまともな人っていうのは多分あの、割とそれなりのその良い家庭で育ったということなんじゃないかなという想像してたんですけど、で、まあ,あの、それが割と当たってたみたいな、そんな話が聞きました。はい